方で出ますね。大体分ちょうど60から100ぐらい出てほしい。そうですね。はい。赤いのが水に出るやつがなくなったのでお願いしたいです。わかりました。この時間はあんまり入ってませんね。はい、あ、本当ですね。はい。ね。だけど、なんか停滞してるけどさ、よく一般状態が上がってきましたね。ねえ、結構多分で。はい。じゃあちょっとあのスーパーライザーというか、はい、赤い光をね、はい、1分ぐらいですけどね、ちょっと当てさせてもらいますね。一緒ですから、ちょっとこれは修理中なんで、あ、そうなんですか。代替機というか新製品だそうですけど、そうなんですね。すごいですね。すごいんですよ。で、これもライトも LED になってるみたいだから、そんなに熱くならないと。これにはいいですね。じゃあ、 あの水に入れるね、赤い方の薬ね、はいはい、出しておきます、はい、それと観察用紙もまだ1枚出しておきますから、あ、はい、まあ可能だったら、はい、あのこの間つけたのは6日だから、はい、6日前後ぐらい、あ、はい、あのここに垂らすのがね、あ、はい、今2週間ぐらいの目安に、はい、はい、ありがとうございます。卵ってこのまま停滞しちゃって、だからさ、やっぱり一般状態が落ちてくる可能性はありますよね。次が来ることもありえるじゃないですか。あ、新しいのは、はい、これ初めてでしたけど、あと2回目ですか。2回目でしたっけ。2年ぐらい前の6月とか、そんなに前なんだね、だってたので。じゃ、もし卵がまだできたら、その古い卵が押される、そうって出てくるといいんだけどね。ああ、そのまま2つも停滞しちゃう場合も、そういう可能性もある。だから、はい、これ健康チェック表は大事だよね、はい、あ、そうなんですね、うん、これが予防注射じゃないけど予防的なことになるからさ、うん、まあ、めんどくさいけどこれで、あとね、もう一つね、はい、元気今100でしょ、はい、100ですよね、ほぼほぼ、はいはいはい、ね、これをちょっと数字で入れといてもらっていいですか、はい、でちょっと元気ないなと思ったら80とか、ね、はい、60とかね、はい、分かりました。そうしておいてもらえると、はい、だからこの合計と、はい、体重と、はい、すみません、ちょっとさっきから朝と夕方しか、はい、入らない、で温度は毎日じゃなくてもいいんですよ。あ、そうです、かなり暖かくしてるんですね。そうですね、なるべく、でも30度じゃ最近行かなくなっちゃって、いいですよ、はい、それで、はい、それで大丈夫だったらだんだん室温に戻してもいい。あ、そうですか、はい、
急激に戻すんじゃなくてね、あ、徐々に、はい、そうそう、1、2度ずつ下げていって、それでも一般状態が変わらないなら人間と同じ環境に戻してていいですよ。はい、わかりました。それ言ってなかったね、はい、で調子がそうだったらまたすぐ30度に上げて、温度上げて、うん、上げるだけでも調子戻る。じゃあこの元気のあれを見てながら、あの、じゃあ温度を上げ、体重とうんちの数と元気のやつを見ながら、あ、調子良さそうだなと思ったら1度、2度下げていってください。あ、そうですか、はい、わかりました、はい、じゃあこちらもう1枚出してみますね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ用意します。